です。16歳。シニアの大きな大会は初めてです。彼女の場合はセカンドマークが上がるっていう評価が高いんですけどね、ジュニアのグランプリファイナルで第3位になった選手です。鈴木亜希子ちゃんツアーがある PTA の PTA というか、お母様たちが名古屋の選手が、まあ、鈴木亜希子ちゃんとそれから恩田もそうですよね、確か観戦にっていうか応援に行ってるはずですよ。あ、そうですか、はい。名古屋では荻野先生という先生が見ていて、そして、まあ、時々仙台の長久保先生のところに行ってジャンプを習っているという形なんですけど、まあ、こういう大きい大会の前は仙台で過ごすことが多いと思うんですけども、滑ってるのを見てフリーレグの処理が気になりますね。あ、そうですか。そうですね、つま先まできちっと決めてないというか、力を入れてないというか、フリーレグの処理が悪いところがやはりジャンプのミスにつながってる部分もあると思うんですよね。ショートもそうでしたけど、日本の選手は特にフリーレッグが上向いてますから、それを本当にきちっと下を向けるようにしていかないといけないと思います。私なんかは白い靴が出てる方が好きなんですよ。クワンもそうですし、で、まあ、名古屋の人たちにもその白い靴を出してって言ってるんですけどね、選手たちが落ち着かないんですって。ああ、そうなんですか。そう、どうもね、かぶってないと落ち着かなくて、女もそうなんですけど落ち着かないから、これでやらせてくださいっていうね、まあしょうがない、仕方がないかなあ、そうなんですか。やはりね、古いんですかね、やはり白い靴が出てる方がなんか清潔っていう感じがするんですけどね、